YouTube はね、まあ動画1個上げてるときは、まあそれ30万ぐらいかな。夜だけしか上げてないとか、あったときは。だから動画の本数めっちゃ増やしてから、マジで儲かる。マジで儲かる。キリリキと、まあちょっとしたクリップエイペックスな。フル上げてるだけでもマジで儲かるね。まあ動画の時間が短いから、1つあたりの動画の広告の単価は少なくなってる。まあそれでも2倍以上になったね。3月は、まあ、春休みってこともあったのと、コーチング動画クソ伸びたってあって、しかもコーチング動画も、まあ、時間長いからさ、めっちゃ重かったね。プログラムも重かったよ。やばかったよ、マジで。とりあえずも上げまくろうと思って上げまくったわ。なんでもいいから。まあ、やっぱコーチング動画は一番伸びますね、単純に、俺の話は。まあ、最近はちょっと、まあ、ヒューズ系の動画上げてるけど、まあ、今んとこ俺は YouTube が一番多いっすね。まあ、グッズ販売もほとんどしないからさ。まあ、俺の収入源は、まあ、YouTube が一番。え、次が案件かな、多分。案件高すぎ。マジやばい、あれ。で、あとは、まあ、Twitch と、まあ、リジェクトの、まあ、固定給ですね。一応、リジェクトは固定給ある。まあ、いくらとは言わねえけどな。登録、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 登録。